ちは。昔はお嬢さん、川島美恵です。さて、今週は、ヘルシー辛いこっさん。完全飯。汁なし豚からラオウ油そば。5月30日から日清オンラインストアで発売の完全飯シリーズ。美味しさそのまま33種類の栄養素がバランスよく入った飯です。完全飯シリーズは全5品、豚からラオ油そば、カレー飯欧風カレー、大豆グラノーラ、グリーンスムージーとバナナスムージー。私実は5品セットを買っちゃったんですね。日清に踊らされてます。この5つの中でラオが一番栄養とかけ離れていそうだよね。ラオなのに栄養満点、ちなみに豚からラオウの栄養バランスはこちら。ぶっちゃけよくわかんないんだけど、とにかく栄養満点なんだね。というわけで今日は完全飯豚からラオウで健康になります。激辛みえチャンネル。中身は麺、火薬、液体タレ、粉末調味料に仕上げオイル。火薬はキャベツ、豚肉。キャベツも豚肉もなかなかたっぷり。湯切ってきました。結構キャベツが多いよ。健康の匂いがする。調味タレ入れます。結構ドロンとしてるのね。ちょっと味噌っぽい匂いがする。粉末調味料入れます。はぁ、かつおだしっぽい感じ。じゃあ仕上げに仕上げのオイル入れます。あら赤い。混ぜます。ちょっとだけ唐辛子ちゃんも見えますね。いただきます。お塩、確かにジャンキーさはないな。なんか麺がいつもと違う気がする。全粒粉とかの麺なのかな。全然美味しい。ぶっちゃけ言うといつものラオの方が美味しいというか、私は好きかなという感じではあるけれども、これも全然美味しい。これしかラオを知らなかったら、ラオって美味しいねって言うと思う。粉末だしの味が美味しい。多分カツオだしっぽいやつだと思う。それがすごく旨味を醸し出しています。キャベツシャキシャキうまい。豚肉さん美味しい。ちゃんと豚肉だぶ。お味的にも背徳感ゼロ。ジャンキーさも全然ない。先入観かしら。とても美味しいよ。ソースは醤油と味噌を混ぜたような味かな。ふわふうな感じ。キャベツたっぷりよ。ごちそうさまでした。激辛みえチャンネル。完全飯豚からラオウ油そば。みえちゃん的辛いよ、うまいよレベルは辛さは1、うまさは6。めちゃくちゃ美味しいわけではないけど、そこそこ美味しいです。勉強もスポーツもまあまあできるよねみたいな、ちょっと優等生って感じの子です。これ466キロカロリーなんだけど、私今結構お腹が空いた状態で食べて、ちょっと足りないかなぐらいな腹具合です。ペヤング食べた時ぐらいかな。でも時間がないけど栄養しっかり取りたいって時にはとってもいいよね。お忙しいあなた、そしてカップ麺が食べたいけど健康になりたいあなた、完全飯でお手軽食事はいかがでしょうか。見てくださってありがとうございました。めちゃくちゃこってりしてるのにすっごいカロリーが低いってやつ作ってほしい。ここをポチッとチャンネル登録お願いします。グッドボタンとコメントもいただけたら嬉しいです。またねー。